終電行っちゃいました。いや、行っちゃいましたね。そんな矢先のことだった。友達だって思ってるのかな。だんだん焦ってきて、話が合うからってだけなのかな。間違いなくそうで、3回ご飯食べて告白しなかったらただの友達になってしまうよって説あるし、次は絶対告白しようって雰囲気を変えていこう。八谷さん、はい、僕と付き合ってくれませんか。信号はなかなか変わらなかった。押しボタン式だった。何かが始まる予感がして心臓が鳴った。